スカパパです。ここはですね、まあ見た通り三池の駐車場です。というわけでございまして、今日から2日間、小瀬沼キャンプを楽しみます。ちょっと待ちくださいね、降りる人いますんで。おはようございブナ原生林、どっからどこまでかちょっと分からないけどね。はい、8時18分沼山峠、休憩所のところに着きました。ここでね、少し装備を整えていきましょう。はい、ここはね、公衆トイレもありますね。ここは休憩所ね。お、やってるわ。あの、オセロね、まあ、重要となるポイントの場所が、まあ、大体ね、Wi-Fi が今繋がってるんですよ。で、まあ、僕の場合もね、これ、まあ、オゼグリーン Wi-Fi っていうのかな、まあ、そんな名前でしたけど、まあ、それで今繋げました。まあ、オゼガハラのど真ん中ではね、Wi-Fi 繋がんないですけど、例えば山小屋とかね、あとはバス乗り場とか、まあ、その辺で繋がるようになってますんで、まあ、よくね、確認してから、まあ、繋げると非常に便利だと思います。はい、じゃあここはね、沼山峠の登山口ですね。で、基本的に沼山峠のルートは小瀬沼まで 100% あの木道の上を歩くようになってるんで、あの足がちょっとね弱くなってきた方とか、あとはねご年配の方でも安心して歩けます。では行ってみましょう。はい、というわけでございましてね、今回のルートなんですが、小瀬に入るね、いくつもあるルートの中で最も安全でね、しかも楽に入れるルートである、沼山峠ルートを歩きます。ちょっと地図大きくしてみます。ここね、現在地は沼山峠の休憩所、ここから小瀬沼まで峠を越えて約1時間ね、テクテク歩きます。で、小瀬沼ヒュッテでね、受付をしてからテント設営を開始します。では行ってきます。はい、それでね、この道は、まあ、沼山峠ルートって呼ばれてますけど、まあ、峠のてっぺんまでね、この木道で行けちゃうんで、非常に楽です。さっきの沼山峠の休憩所から、20分もかかんないと思ったな。で、峠のてっぺん出てから、今度は一気に木道を下っていくんですが、まあ、下りきるとね、小瀬沼ルートの中では最大の湿原となる、大江湿原の方に降りることができます。まあ、今日もね、久しぶりのテント泊ということで、まあ、かなり重い荷物背負ってますんで、まあ、バテないようにゆっくりゆっくり歩いていきたいと思います。はい、ちょうどね、沼山峠の休憩所からね、20分ですね。はい、沼山峠のてっぺんに出ました。こっから先はね、ありがたい下りが続きます。で、行ってみましょう。はい、ここがですね、まあ、何だろう、沼山峠展望台っていうのかな。はい、ちょっと寄ってきましょう。じゃあ、おう、はい、ここはね、鹿柵のゲートですね。はい、もう正面がね、見えてきました。まあ、あと20メーターぐらい下ると大きい湿原出ます。いやー、あー、いいね。
ここはですね、まあ、僕の動画にもよく出てくる大江湿原という、まあ、尾瀬ヶ原では2番目に大きい湿原になります。あ、もうね、なんていうかな、ほら、ちょぼ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 咲いてますね。このね、白いのがね、岩勝負かなかな。はい、この黄色いのはね、もう尾瀬を代表する花ですけど、金婚館ですね金婚館ね。天気予報はね、はっきり言って良くなかったんだけど、よく晴れてくれました。あ、はい、尾瀬沼が見えてきました。ちょうどね、沼山峠を出発して、まあ1時間も経ってないかな。はい、尾瀬沼がね、見えてきました。ちょうど三本カラマツね、まあカラマツの色じゃないけど見えてきました。でそこがね、平野家のお墓ですね。でね、僕ね、昔本で読んだんだけど、この辺にあの戊辰戦争のまあ後のね、陣地が残ってるって、多分ねあの辺だと思うんですよ。ということはね、ここに陣地築くんだから、まあ幕府側ですよね、会津側、多分あの辺だと思います。ね、もともとね、ここ登山道でも何でもなくて、こう沼田街道っつってね、もうれっきとした江戸時代より前からね、あの歴史がある古い道なんですけど、まあ、尾瀬最古の道と言ってもいいと思います。でここをね、やっぱり、まあ、戊辰戦争の時、まあ、新政府軍とね、あとは幕府、まあ、通ってたんですね。すごいね。まあ、その頃の人はね、こういうのを見て、まあ、どういう風に感じたんだか、ちょっと興味がありますね。はい、この川がね、大江川って言うんですけど、この大江川の手前ですね、分岐があるでしょ。でここずっと行くと小高い丘に続いてます。であそこがあの平野長蔵さんやそのご家族の方のお墓ですね、平野家のお墓と呼ばれているところです。あそこはね、柳蘭が綺麗に植わってましてね、まあ、季節になるとあの花を咲かせます。柳蘭はね、他にも、彫像小屋の前にも植わってますし、あとは多分三池にも、三池で見たような気がしたな。まあそんな感じなんで、まあ、季節になったらね、非常に楽しめます。でこれ、カウママが山鳥かぶとって言ってますけど、ただの鳥かぶとかもしれない、鳥かぶとの仲間。お、野アザミだ、綺麗だな。はい、だんだんね、沼に近づいてきました。日打ちヶ岳は、あ、OK、日打ちヶ岳は曇ってないね。うん、でもだんだんさ、草もみじっぽくなってんで、いやー、夏の終わりはいいね。これがね、尾瀬沼のビジターセンター、うん、昔はこれだったんですよ。これ新しくね、こっちに、新築しました。すごい綺麗です。はい、ここはね、あの土曜日は多分7時ぐらいから、夜のね7時ぐらいからいろいろ上映やるんで、面白いんで、あの夜といいと思います。ここね、この棚意外と知らない方多いんだけど、ここデポできるんですよ。荷物のデポに使ってくださいって。
はい、貴重品はねお持ちになってこうデポするといいです。僕は必ずここ使わせていただいてますね。綺麗に使いましょう。もうね見えてると思うんだけど、この紫の花、僕大好きな花です。はい、これ柳蘭ですね。素晴らしいね。はい、この柳蘭は名前がね柳蘭っていう名前ですけど、柳でも蘭でもどっちでもないですはい、僕の大好きな山小屋尾瀬沼出店さんです。お久しぶり。久しぶりっつも先月か来てるんだよな。いやー、今度ねこのヒュッテもちょっと泊まろうと思って予約入れようと思ってるんですけど、いいね、やっぱこう日打ち岳がさ正面ドドーンっていう、これが素晴らしいですよね。これさ、この間来た時なかったんだけど、これ水場ができてますよ。これビジターセンターの脇っちょなんですけどね。あ、これあれじゃない、靴洗い用じゃない、これ綺麗ね。飲める水で口洗っちゃう。ほら、この水は飲めますって、食器とか洗わないでねって、残飯とかも捨てないでねって。素晴らしい。いつもね貯蔵小屋の本館で、まあ、玄関食堂っつってあそこでカレーうどんとか食べるんですけど、今日やってないっていうんで、だから別館でやってるらしいんだけど、メニューがカレーとかあるのかね、ちょっとわかんないですが行っています。はい、あ、カレーがあるよ。うん、ピザ。おお、すごい。うわー、出た。赤ワインに果物とかスパイスとか入れて。あれじゃん、よくパーティーでさ、なんかワインの中に果物が浮いてるの、何さっきあれ、フルーツポンチ、フルーツポンチじゃないか、うん、サングリアってのはいかにもだけど、多分フルーツポンチだろこれ。え、おお、何これ、このうわー、何これ、おしゃれカレーじゃん、おしゃれカレー。あー、ほらこれ別々になってるパターンだ、これ。あ、これはすごいな。あ、買うままもチキンカレー、うん、同じ。すごい、これ子供の頃やってみたかったスタイルじゃん。すごいね、これ。なんかホテルでこんなの昔食ったことあるけど、まずおでんの山奥で。さすが貯蔵小屋。うん、おいしい。いやね、カレーめっちゃくちゃうまかった。いや、ほんとほんと、はい、いつもはね、貯蔵小屋のねカレーうどん、もうここ何年連続で食ってるんですよ。まあ、あれも美味しいんですけど、まあ、今回あっちやってないんで、別館に泊
たまたま来てみたらね、まあ、値段もいいけどね、めっちゃくちゃ美味しかったです。恐るべしですね。これ正直言うと、あれ食べに来るだけでこれ小瀬沼にね来るっていうのもありかもしれないですよ。はい、じゃあね、テント張りまーす。はい。はい、というわけでございましてね、醸造小屋さんの別館で、まあ、美味しいお昼ご飯を食べたんですが、まあ、その後天気がねちょっと悪化しまして、テントで2時間ぐらい避難してました。で、雨足がね弱まったんで、今ね3時ぐらいなんですけど、わずれまひってさんの前のテラス、こちらにお邪魔しました。で、今日はね恒例の、まあ、おぜキャンプ飯ということで、まあ、カブママがね、まあ、いろんなものを買ってきたんですけど、まあ、かなり重かったみたいで、まあ大体ね何やるかさっき聞いたんで、まあびっくりしたんですけど、本当にそれやるんかいと、っていう感じだったんですけど、まあ、僕は言われるがままにね、あのコンロとか持ってきただけなんで、というわけでね、まあそんな感じでこれから始めたいと思います。うわー、おぜ神ビールがいっぱいいるよ。